皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回の YouTube 講でですね、パラディドル、パラディドルって一体何に使うのっていうご説明をさせていただきたいと思います。パラディドルは、すごくこう代表的な基礎練習のパターンで、こう練習しなさい、パラディドルをやりなさいみたいなことを言われるかもしれないんですけど、パラディドルって一体どういう効果があって、どんな練習ができるのかっていうのを、この動画ではざっくり説明させていただきたいと思います。でまずパラディドルっていう手順が、右左右右左右左左左基本こうドラムって、右手がリズムをリードすることが多いんですよね。だから8ビートでも右手がシンバルを叩いたりとか、リズムのこの表拍に来るのが、右手が多かったりするんですけど、パラディドルの場合は拍ごとに右手と左手が入れ替わるので、左右対称に鍛えられて、バランスよく鍛えられるっていうのがまず一つのメリットかと思いますかね。でさらに二つ目はこのアクセント部分、これをタムに移動させてみると、フィルの引き出しにもなったりとかするし、これね、右左のこの2打目、この2打目がアップストロークなので、こう他の場所に移動するためのストロークなんですよね。このアップストロークがうまくいくと、遠いところにこの効率よく手を伸ばせるようになるので、だから移動がね、すごく楽になるっていうことですかね。こうまあ、こう2つ目のメリットとしては移動が楽になるということですよね。そして、3番目のメリットとしては、さらにこの右左右右左右左左の、例えば右の手順だけ別の場所に叩く、タム移動する、これもフィルの引き出しになったりとかするし、分離の練習になるんですよね。こう右手と左手を別々に動かすことによって、右手と左手の分離の練習になるので、だからスピードが上がったりとか、なんかこうリズムの引き出しがね、増えたりとかっていうようなことにつながってきます。でさらにこの今のこの右手をハイハットに置き換えて叩いたりとかすると、移動したやつ、なんかこういうのを合わせるとリズムパターンとしてもフィルとしてでも使えるんですよね。こうリズムパターンの中でこのパラディドルが手癖として使えると、なんかね、こういろんな場面でこう役に立ってくるとは思うので、こうリズムパターンとしてもフィルとしてもこう使えるっていうのは、こうメリットだと思いますかね。さらにですね、パラディドルの手順を手足に置き換える、このっていうのを、変えると、こう手足分離の練習になるんですよね。こうでさらにこれも足と左手にパラディドルとして置き換えると、これもねリズムパターンになりますよね。こう
の分離にもなるし、リズムパターンとしてもこう使えるということですよね。まあ、パラディドルってね、すごく本当にこうメリットがたくさんあるし、いろんな基礎としても応用が使える、あの万能食材だと思うので、まあ、ぜひね、パラディドル右左右右パッドの上でやってるとね、なんかよくわからんくなって、これって何がおもろいねみたいなことになってきたりとかするんですけど、工夫次第ではもうほんまにいろんなことに役に立ったりとかすると思うので、まあ、ぜひね、こう自分なりにこう練習パターンを考えてみて、なんかこう移動の練習に役立てたりとか、なんかこうね、手足のこう感覚に役立てたりとか、なんかいろんな感覚に置き換えて、ぜひね、練習してみてもらいたいなと思います。そんなことで、本日もありがとうございました。さよなら。